はい、ゴッドプリンセスプロジェクトマイクチェックワントゥー、皆さんおはようございます、もしくはこんばんは。ノーミー・クデラフカの夫です。さあ、断捨離企画も6段目かね。今回は前回のパイレーツカリビアンじゃない、パイレーツアドベンチャーのイベントでたまったイベントガチャを引いていこうという感じの動画なんですかね。まあこれがボツったのはまあ一目瞭然ですね。このチケットガチャってまああまり大したものは出ないっていうね、そんな感じなんで。いやまあ SSR 出てもね、そんなに価値がある SSR じゃないっていうね。武器も、まああってもね、何の役にも立たないっていう、そんな武器。まあ当然ね、出てる SSR のキャラもね、あっても別に大したことないなっていう。まあイベントでもらえるやつなんてそんなもんですよ。最初のね、本当に初心者中の初心者の時はありがたいんですけどね。まあ、SSR 溜まってくるともう、まあいらんわっていうね。もう、なんちゅうんだろうな。倉庫のゴミにしかならない武器しかね。まあ出ないですもんね、そんなんしか。何の役にも立ちませんという。そんな感じでしたね。まあ、ただ今回の SSR キャラね、あれですよ。ホロライブのマリン船長にちょっと似てるからね。その点だけは評価できる。いや、もうそれしか評価できない。まあ、あとなんもない。まあ、あれ、まあ、宝石ちびっともらえるから、それぐらいですか。本当に。そりゃまあね、そんなんじゃそりゃまあボツりますわ、この動画。まあってなわけで、まずはちょっと喉を湿らしてと。もうさすがに 4,5 本ね、ちょっと撮ってるとね、さすがにちょっと喉がちょっと死にかかっておりますが、いやいいね、このキャラの顔だけはいいね。非常にと。まあ、ポンスカ引いても別に、このガチャには全くね、夢はないです。正直。何の夢もない。もう出るやつ決まってるし。あとは SSR 引いたからといってどうってこともないし。まあ、魔法石たくさん出ればラッキーぐらい。でもこれ、一回魔法石出てもこれ 5魔法石。まあ、たまらんわな。3000貯めるには600個出なきゃいけないっていうね。最低ラインだから3000個。そりゃもう、やっぱボツるわ、こんなんじゃ。楽しみがないもん。全然楽しみない。まあなんで取っちゃったんだろうね。まあ尺稼ぎ的なところがあったんですかね。取ったのも。今にして思えばと。まあ SR と、まあ SSR もそうだけど、あれ、厳重ポイント武器は武器ポイントと厳重ポイントだっけ、なんかちょっと正式名称忘れたけど、あれに変換できるから、全く無駄ってわけじゃないんかな、SSR 出ても。特に厳重をね、ポイントはね、なかなか、たまらんかったからね。いやー、苦労したなー、SSR の厳重ね、しこしこ集めて、本当に。ようやったわ。めっちゃねー、還元率低いのよ。もう本当に。もう疲れる。思い出すだけで疲れてきた。まったく。よう、やっとったな、こんなゲーム。もう、無理だわ。無理。できない。こんなん。今できない。とてもできんわ。きつすぎる。いや、それ比べると、レジェクルはまだね、ほんと甘いわ。まあ、もうちょっとやろうかなっていう気にはなります。レジクルはね。まあもう現段階でちょっとすでにきついんだけどね。いや、これでも腕が悪いからかな。まだカバーできる範囲かな。レジクルはまあ長いこと、最初からやってればね、やってるからね。長いことやればもう、まあそれなりに神姫よりはマシかなっていう。やっぱ途中からやるっていうのも無謀でしかないわ。神姫は特に。今から始める人おんのかね、神姫。おぉ、あたおかじゃん、こんなん、今から始めるなんて。ね、本当に、アカウント買うとか、いや、やっちゃいけないやつか、それは。でもしないと、本当にね、
まあ別にトップになりたいとか上位陣になりたいとかいうそういうのがなければねいいんだろうけどね。いやでも神姫じゃそれなりレベルもね正直きついと思います。うん、まあそれがね数年間やり続けた男の、うん、結論ではないかと思いますけどね。もうちょっとあれか腕があればまた変わってくるのかもしれません。まあ美課金でなんとかなるレベルとは思えないな。うん、あってなわけでこれ今ね、あこれあれかスキルの外側の数字を還元してるだけなんかな。うん、ちょっとチラ見しかしてなかったでわからんけど、武器えなんだっけ、スフィア、ウェポン EX、 スフィアのポイントか、なんだっけそんなんだっけ。うん、はい、ってなわけでね、まあんなところですか。うん、あ結構あれ装備のね保管先も、うん、結構圧迫するんだよねこれね。うん、いやでもあれか後半は倉庫ができたからだいぶ楽になったな。うん、それは良かったと。うん、ね、いや懐かしいねこうやって見てると。うん、使えないキャラばっか本当に。こんだけたくさんマリン船長あったもしょうがないもんな。うん、もうみんな、うん、とっとと本当に一個だけもう残す必要もないような気がするんだけどね。うん、ほんと全部ねもう交換しちゃいいんだわポイントに。うん、いらん、ほんといらん、こんなんいらんでね、いい幻獣を手に入れるというそういう流れでと。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さようなら、さようなら。